運命もがっつい、がっつい、がっついてきました。がっついてきた、ちょっと間違えた。こんばんは。やっほー、イエーイ、イエーイな気持ちですか。嬉しいお知らせばかりで、ツアーが楽しみで、で、ツアー嬉しい、3期生うれしくて、めちゃめちゃ嬉しいお知らせいっぱいで、ありがとう、かわいいって。こんばんは。夢うなとマッシーと食べてきた。ツアーがすごい、最後の発表があって、もう衝撃すぎて、嬉しすぎて、結構ビッグニュースですよね。今年一のビッグニュースじゃない。ちょっと触れたいこといっぱいあるんだけど、今日はツアーが嬉しすぎるよね。すごいよね、本当に楽しみ。もう本当に早くやりたい。何も今日聞いて何も知らないけど、早くやりたい。絶対楽しいもん、まあ、みんな忙しくなるかもしれないけど、メンバーだけじゃなくファンの人も忙しくなるかもしれないけど、楽しみの方が勝ちますよね。うま、初めて飲んだフリークストア。どこ行くかだよね、それも大事だけど、でもいろんな場所に行けるんですよ、ライブしに。すごくないですか。なんか頑張ってきてよかったなって思いますよね。卒業メンバーがね、2人も控えてるのが悲しい事実ですけども、あゆも来てくれるって言ってたんで、北海道なんて行きたいな。花束ありがとうございます。ツアーずっと待ってたよって、ありがとう。みんなお待たせだよ、みんな本当に。秋田来てほしいです。東北行きたい、行きたいな。明日もう公開されましたね。大阪関西も行きたいな。アーシャの姉ちゃん髪長かった、そうなんですよ、今こんな短くしてますけど、撮影した頃は長かったので、ちょっと別人な私がいるんですけど、もうなんなら長い方が、ま、長い方が見慣れてる可能性あるけど、ちょっと別人ではあるんですけど、そこも楽しみということで、特典のグッズとかも全部長いんですけど、ロングなんだけど、ロングのレイニャーを最後に記念にぜひゲットしてください。みんなこの水ゲットした方がいい、美味しすぎる。フリークスストアで洋服買うとついてきます。九州行きたい。九州、関西、東北、関東、四国、全部行きたい。名古屋は何のくくりなんだろう。
東西南北全部行きたい、全部行きたい。沖縄行きたい、沖縄リベンジ総選挙のリベンジ行ったのに何もせずに帰ってきた総選挙のリベンジ、今考えたらめっちゃいい思い出だな、それも振り返ったら青春だな。沖縄に行ってケータリングのソーキそば食べて帰ってきた。そう、いろいろな情報解禁ありましたけど、2期生じゃなくて3期生のみんなの動画が公開されました。動画が公開されましたよ。あ、一人一人のどっかに上がったりしないのかな。もうマジでみんなういういしさがもう本当に可愛くて根が苦しくなりました。テラヒナの年で大学1年生の年が3期生の最年長、それ最年長で19歳ですよ。だからもう全員年下なわけで可愛すぎる。って話ですよ。年下13歳8歳離れてるの。まあでもマリーナだから13歳13歳の子と13歳離れてるが今日一の衝撃だったけどね。私はどんな情報解禁でも鳥肌立った。そこでツアーの発表よりも鳥肌立った。怖くなっちゃった。ちょっといじりとかじゃなく本当に隣1期生と大人なんだなっていうのと、その若い初々しい若い子たちが入ってくる来てくれるんだっていう嬉しい気持ちと、可愛かったな。なんかもうみんなそれぞれさ緊張しても目線カメラに合わせない子がいたり、合わせられない子も可愛いし、ハキハキしてる子もすごいなって思うし、しっかりコメント考えてやったんだろうな、可愛いなって思うし、すごいみんな可愛かった。本当にNGT できた時6歳知らないやん。じゃあ NGT 多分6歳知ってるかな、その頃6歳だった頃。今も前に届いたって早い届くの。そう、さっき送ってから、さっきも言ったけど送ってから配信始めました。ゆなこも配信11時にさ通知来てさ、まあ、絶対メール送って私と同じパターンだなって思ってたんだけど、多分そうだよね。メールが11時までなんでね。そう、ラーメン食べてきました。マジうまでしたよ。情報解禁後のラーメン、やっぱなんかわかんないけど今日すごい達成感あったので、解禁しただけだけど達成感あって、あ今日頑張ったなと思ってラーメン食べてめっちゃ美味しかった。
醤油ラーメン、あのいなんだっけ、何なんだっけ名前、ラーメン部でも行ってた、あそうだ、はい行ってきました、醤油ラーメンです。みんな同じの頼む、4人とも。確かに NGT で育った世代、確かに NGT 世代だ、入ってくる13歳の子たち、学校でみんな聞いてたとかいうエピソードないかな、3期生から聞きたい、嬉しい、学校でみんな好きでしたって聞けるかな。あそうだよ今日、そう、え、なんで知ってんの、今日、そうだ私さ達成感あった理由、そうだ今日スケボーしてきたからだ、今日もなんか足痛いと思った、あ、え、てか足痛いんだ、あれなんで忘れてたんだろう、あのね今日スケボーやってきました、バリバリスケボーやってバリバリ、今日も怪我しました、だから今日すっごい疲れてる。え、今日そうだ、なんかもう配信のことで情報解禁でいっぱいいっぱいで、あのね抜けてた、このスケボーを今日やった記憶が昨日みたいに感じちゃってた、すっごい楽しかった今日スケボーも、今日めっちゃ今日一日で新しい技に挑戦して今日一日ですっごいレベルアップしました、教えてくださる方がたくさんいて、うん、4人5人ぐらい、周りで見てた人はでも10人いないぐらいか、8人ぐらい多分いたんですけど、みんなに頑張れって声かけられながら、あと教えてもらいながら小さいランプにチャレンジしたんですよ。今日は村上市スケートパークじゃないんですけど、ランプって言ってこうかこう緩いカーブになってて、こっちとこっちにカーブのやつが板が置いてあって、ここつながってて行ったり来たりってするやつ、ドロップインもできたし、ドロップインしてこっちにカンってかけて戻ってくるやつもできたし、 R でドロップインしてからのターンも今日人生で初めてできて、なんか今日すっごい乗ってた。なんでかっていうと、いつも一人で練習することが多いんですけど、今日たくさんの応援してくれて、教えてくれる方が、大人たちが周りにいてくれて、すごいテンション上がっちゃって、なんか見られてるからやらなくてはっていう気持ちと、応援してくれて嬉しいって気持ちと自信もついて、やっぱ一人でやってるより断然頑張れるし楽しいし、応援の力本当にすごい、ちょプレッシャーもあった、私プレッシャーにガッチで弱いタイプだから、その私がそんな見られて応援してる中できたのは、環境が本当に良かったなって思う、圧っていうよりも頑張らなきゃって頑張れるっていう思いながらやってたら、すごい自信ついてきて、どんどん何回もチャレンジしてできました。カーブとかターンとか一番難しくて、40回ぐらいもうチャレンジしたんですけど、そんなしてないかな、30回ぐらいかな。
でも連続で何十回もチャレンジして1回しかできてないんですけど、でも1回できただけでもすごい上達だと思ってる。ドロッピン怖いよね、マジで怖いんです。こう高いところに立って何もないコンクリートにバーンって倒れていく感じ、気持ち的には。何回もこけました。コカドさんスケボーでありそうな服着てる私それずっと思ってた、ずっと思ってた。ロケの度コカドさんバンズ履いてんなって、スケボーしてそうな格好してるなって思ってたけど、他にも持ってる人いたんだ。ファイト、ありがとう。髪ショートってやりやすそうですね。え、そう思うじゃないですか。私もスケボーショート、あの髪短くしてショートにして気合い入って気合い入れてよしやるぞってやったら、うん、首元にある毛が厚すぎて長かったら結ぶことができたんですけど、私もこの切り方的に結ぶこともできなくて、まだ超暑かった超暑いけどスケボーのファッションにはめっちゃ可愛くて、この髪の長さがいい感じでした。まあスケボーをやってる上でもファッションも大切にしていきたいと思ってるので、スケボーするとき暑いは暑いけどでも正解だなって思いました。切っても切って正解だなって。まだドロップイン怖くてできない。いや怖いよ本当に。ドロップインは本当に怖い日はやらないことをおすすめする。もう本当気分、スケボーって気持ちが本当大事だから、できないと思ったら本当に多分怖くてできないし、なんかいけんじゃねえ、いける、多分今ならいけるみたいな、あ今だ今だみたいな時にやった方が割とできたりする。かわいいショート、ありがとうございます。今日配信これで出ようと思ったんだけど、リハーサルずっとこれで出てて、なんか全体出てた時一人だけ浮いてるなって思って、私服一応ちゃんと持ってきてたので本番10分前ぐらいにワンピースに着替えました。で終わったらすぐさまこの格好に戻りました。なんかほんとなんかアイドルとスケボー分けて自分の中できっちり分けてやってるつもりだけど、本当になんか今日感じた、スケボーして配信イベントのために可愛いお洋服着て配信して終わったらまたスケボーの服戻ってで夜ねスケボーのインスタに載せたい写真を撮影してきました。有名なマッシーに撮ってもらって、インスタ用の写真撮ってきた。スケボーシューズ欲しいな。ドロップインの難しさ伝わる？分かってくれて嬉しい。スケボーって見てると簡単そうに見えちゃうんだよね、不思議と。私も今でもプロのスケーターのとか動画見て軽々しくやってて、あなんかできそうって思って見ちゃう。でも実際やると全然難しい。行けそうって時に行ってみるわそう、気持ちその気持ちが大事心のタイミング本当にそのと、ちびっこが3メートルとか余裕でドロップインしてる。いや今のちびっこはそうだから本当に
そのさっきも言った気持ちが大事っていうのは、ちびっこって怖い、恐怖心がまだ大人よりないから、怖がってやらないから多分すぐできちゃう子が多いんだと思う。あと体も小さいし。でも私ちびっこ言ったらちびっこだからね、私も152センチ、わこちゃんとほぼ変わらんから、そのうちわこちゃんに抜かされる。え、この水美味しすぎてやばい。何これ、今日の配信も楽しかったな。佐渡のあのアイドルってなんだで佐渡ロケに事前に行ってきたメンバーがいて、それが今度6月に放送されるんですけど、また佐渡ロケに行けるチャンスをプレゼンで対決して、まあ負けたんですけど、でも私本当に佐渡行きたい。プレゼンちょっと一番はちょっとね、一番なのがちょっと悪かったかなって思ってる。私の言うこと何も考えてなくてやるって分かってたのになんか全然考えてなくて全然話せなくて、後悔、ショックだった、言いたいこと言えなくて。ちゃんと大地震の歴史についてちょっと事前にちょっとだけ調べてたのに全然何も話せなかった。大地震と共演したらすごいいいと思いますみたいな全然何の説得力もないことしか言えなかった。寿司食べたい、最悪です。え、絵はうまかったですよね。ラーメン食ってる時の水が一番うまい、わかる。ラーメン食ってる時の水って意味わかんないぐらいお腹に入るよね食べてる土地はね、私飲まない、多分一切飲まない気がする。ラーメンだけの味楽しみたい。食べ終わった後にガブ飲みする。嬉しい。でも大地震のイラストは実際の佐渡の大地震調べて書いて、私のイラストは、私の顔は田辺先生のおじさまのイラストを参考にして描いた。っていうか何話すとしたの、今寝てた。っていうかって言った後意識飛んでた。なんだっけ、あ、そうだ、なんだっけ、佐渡の佐渡の、あ、佐渡、あ、そうだそうだ、あの言葉出てこない、言葉が出てこない、ちょっと疲れてる。そう、おじさま、ゆめちゃんから鎌倉での梅干しの話聞きました。思い出すだけで涙出そう、やだ。なんで、どこで話してた、ショールームですかめっちゃ悲しい話だけど面白い。私が梅干し買って、梅干し屋さん、鎌倉の梅干し買って、でその後神社に崇拝お参りしに行って、その間に
梅干しが消えて、私の梅干しの一つが消えてしまって、帰り道通った道を全部辿ったんですけど見つからなくて、でも結局二つ買ってたから一つは無事だからしょうがないかって言って諦めたんですけど、そしたらその数十分後にゆな子が、待って梅干しなくしたって言ってデジャブ、あ、参拝参拝崇拝もうしたっけな、してないですゆな子なんて梅干し潰したくなくてずっと手で持ってたんですよ、何時間も。なんでずっと手で持ってんの、なくすよって何回も言ってたし、でも実際1時間以上手でずっと持ちっぱでなくしてなかったから安心しきってた時に、ゆな子もあれ待って梅干しないって言い始めて、ゆな子は梅干し1個しか買ってなかったから1個も、あ、自分の梅干し1個もなくなっちゃって、わかる、なんかさ怖いよね、鎌倉に置いてきた梅干し、鎌倉で梅干し見つけたらちょっと交番届けといてください、梅干しなんて賞味期限ないから一生食べれるね熊のなんか可愛いギフトありがとうございます。そう、一粒何百円で売ってる高級梅干し、トマトの梅干しがあったの、超美味しかった、トマトの梅干しと蜂蜜の梅干し、蜂蜜のをなくした、消えた梅干し。ということでちょっともう私今日もスケボーして配信して頭が回らなくなっているので、しかも今日はもう足がね、足ひねった時ってお風呂入っちゃいけないんだっけ、でも今日は湯船疲れたい、絶対に温めちゃいけないんだっけね、最悪やん、腫れてなきゃ大丈夫、湯船入らなきゃ明日絶対筋肉痛でつらい、今日 TikTok2 つも撮ったんですよ、珍しく。 TikTok 私普段ほんと見ないけどたまに見る時があって、それが昨日だったんですよ、で昨日一日見ただけなのに、なんかもう流行ってる音源全部頭に残ってて、今日撮ったカエリちゃんがと一緒に撮った、カエリちゃんとヤヒと夢ユナと撮った TikTok とか1回ぐらいしか聞いたことないけど昨日見たので耳に残っててすぐできた。 TikTok って本当にすごい、ちゃんと誰でも耳に残る音源がちゃんと流行ってるって感じする。腫れてない、もうむくん、両足むくんでて分かんない、むくみすぎててさ靴下のあと内出血みたいになってるんだけど、確かにやっぱ悪化したら公園に響いたら嫌だからお風呂入んないでおこう。
その服背中の柄めっちゃ可愛い。え、そうなんです。それが撮りたくて今日夜写真撮ってきました。ラーメンの後、あーもう立つだけで足つらい。あれね、あのひねった ところじゃなくて普通に疲れてジンジンするってだけです。スクールタイム確かにしたい。嬉しい、ありがとうございます。こちらこそありがとう。足入れなきゃ OK ってさ、むずくない？足、右足なんだけど、右足だけこう出して、こう入ればいいのかな？こう入ればいい？足ここにかけて。むず。Xガールの T シャツめっちゃある。ファンの人からもらったやつがいっぱいある。でも愛南とかさ、撮影とかのたびにさ、被らないようにしてるから。でも今も 1,2,3,4,5,6,7,8 8着はある。 X ガールの T シャツ9,10、トップスだけで10着ぐらいある。下が全然ないんですよ。あ、でもスケボー屋の下4つぐらいかな、あるな。スケーターみたい。Tシャツばっかさあるからさ、どんな私服着ればいいか分かんなくなっちゃった最近。逆半身浴心臓に悪そう。できなくはないな。スクショタイムして、もう寝たい。スクショタイムして配信終わって寝たい。お風呂、でもお風呂入るな、エルブネ入りたい。もうでもそしたらもう寝るの2時とかでしょ。でさ、もうまたさ、ニキビできるでしょ。最近寝れなくてニキビできる。睡眠命なのに、命だったのに最近寝れない。このループ本当に本当に肌荒れんのが本当にストレス。水がうまい。これのウォーターサーバー欲しい。なんかほんと寝れなくて、睡眠の質を高めるチョコとかあるじゃないですか、あれとか買ったりしてみたんですけど全然意味なかった。眠れるラジオ最近それ聞かなきゃ寝れないんです。だからよそれ聞かなきゃ寝れないさ。でもそればっか聞いて寝てると、もうそれ、ね、それなきゃ寝れない体になってしまうから、一時期やめてたんさ。千葉利用、デージマーさん、マットレス効果ないん？え、待って、なくて無理。なくて泣いた。新しいマットレスにしたんですけど、別にまあ、ね、寝心地いいですけどって感じ。寝心地いいけど寝れてないな、あれ。でもね、この前ニトリで冷たいマットレス買ったの、5000円ぐらいの冷たいマットレスと冷たい枕カバー買って、マットレスはまだ使ってないけど、あ、マットレスのカバー、枕カバーめっちゃいい。昨日めっちゃ寝る
冷たくて、昨日そうだ、昨日は BGM 聴きながら寝ました。でもそれなきゃ寝れなくなっちゃってやばいなって思って何日かやめてたんだけど、やっぱやったら寝れた。どうせ今日寝るの遅いから湯船確かにゆっくり浸かろう。うん、もう足が限界、お風呂まで歩くのもやだ、ずっと座ってたい。朝ドラ見てる、朝ドラマジでおもろいし、な何回も泣いた。なんで沖縄っぽくなってるかっていうと朝ドラです。あ、キサミオ、あれもニトリのひんやり買った。あ、キサミオ、じゃあさ、そろそろ、スクショタイムして寝ます。間違えた、終わります。白飛びすごい。白飛びなんでこんなするの。なんかめっちゃキャップの跡ついてた。リップの跡ついてた。ここだ。めっちゃ微妙。めっちゃ微妙だから白飛びに、もう白飛びでいいや。暑くなってきた。かわいい。可愛いよね、小さいスケボー。ハッシュタグ419、4月19日。顔ぐらい。あ、し、終わり。ラーメンデイジマーさんやったな。ほんじゃランキング読んで終わります。13位、リーさん、ありがとう。ありがとうってなんて言うんだろう。ありがとう沖縄弁。11位、12位、竹めぐさん、ありがとう。11位、小高明文さん、ありがとう。10位、ぬっくんさん、ありがとう。9位、あおいさん、ありがとう。8位、ジョンさん、ありがとう。7位、まっつんさん、ありがとう。6位、りっくん、ありがとう。5位、ミスターさん、ありがとう。4位、せいじれいなさんがとても心配です。さん、ありがとう。
3位いのちんさんありがとう、2位赤シャツさんありがとう、1位しゅうちゃんありがとう、デイジーありがとう、おやすみ、沖縄弁かわいいな、あきさみよ、あきさみよってなんだっけ、びっくりした時に使うやつか、おやすみなさい、今日はいろんな情報解禁がありましたけど、皆さん楽しみなことがたくさんあるので、一緒に楽しい楽しい楽しい推し活しましょう、一緒にじゃないか、一緒に、ありがとうございました、ちばるよ、お風呂ちばるよ、ちばるよ、さよなら、さらへ、おやすみ、ちむどんどん、なんでこれ出てこなかったんだろう、今日はいろんな紹介金がたくさんあってちむどんどんしてきた、デイジーちむどんどんする、ありがとう、おやすみなさいおやすみなさいほなおやすみ、またな、バイバイ。